セリクボルスインアブディリディンは、カザフスタン共和国の政治家。カザフスタン独立後最初の最高会議議長、元カザフスタン共産党党首。セミパラチンスク州アクスアツキー地区、クイズイルケセク村出身。カザフ人。1960年、カザフ農業大学を卒業。1960年から1963年、セミパラチンスク州の祖父法図で、 農業技師として働く。九百九十四年三月、社会団体、レスプーブリカ調整会議を創設し、その議長となった。同会議には、二十二の政党と運動が参加し、野党勢力として九百九十八年まで活動した。その後、カザフスタン民主勢力フォーラムに再編され、アブディリリンが議長に就任した。九百九十九年から二千四年、 第2期議会大議員。1996年から2010年4月、カザフスタン共産党第1初期。1999年、大統領選挙に立候補し、12.1%を得票して第2位を占めた。2004年から共産党同盟副議長。2010年4月、引退。2020年1月1日。 死去した。82歳坊津。妻のラウラは、経済科学博士、教授。娘のガウハルは、医師で、医学科学準博士、哲学博士。息子のスルイムは、義師で、経済科学博士。3人の孫がいる。労働赤旗勲章、名誉気象勲章、バルイス勲章、協力国際勲章、トークン勲章、ソ連のメダル6個。 カザフスタンのメダル参考を受賞。ありがとうございます。